皆さん、こんにちは。はじめまして。なるほど対応会話のサンワンと申します。皆さん、私は1991年から30年近くにわたり、2000人以上の日本人の方に対応を教えてまいりました。その経験を生かして、日本人の方にとって一番わかりやすい学習法をこの本にまとめました。これから皆さんと一緒に勉強していきましょう。ぜひ繰り返しこのビデオを見て、実際に声を出し喋りまくって対応を身につけてください。私がサンワンが皆さんの対応の上達を保証します。皆さん、それではですね、これから対応の授業に入りたいと思いますが、皆さんがご存知のように、世界の中にはたくさんの言語があります。その中で対応は比較的に難しい方に入るかもしれませんが、特に日本の方にとってとつきにくい言葉かもしれません。しかし皆さん、どんな難しい言語でも、それぞれの国の人が実際に日々使っている言葉でですので、それほど恐れる必要はありません。これから皆さんね、習ったことを実際に使ってみれば、タイ語の幅広い表現ができるようになるでしょう。言葉を習うためには、やはりその言葉の特徴を捕まえておくことが必要だと思います。その特徴をですね、私が丁寧に説明していきますので、ご安心ください。はい、では第1課の発音練習に入ります。最後の発音はこの課ではですね、こういう内容が出ます。1ですよ。1は母音です。2は声調です。3は子音です。4は二重子音ですね。で、5はマシーンです。母音子音というね。はい、ではまずはですね、母音からですね。1は母音です。では1の1入ります。1の1はですね、母音なんですけど、まずは母音は、タイ語の母音は、ね、9つがあります。日本語の母音いくつがありますか、皆さん。5つですね。そうですね。タイ語の母音は9つですね。まあ、9つで、それぞれに、短母音で長母音があります。はい、それで、これから皆さんね、タイ文字ではなくて会話ですからね。これはね、ローマ字を使って、ローマ字表記というか、IPA 表記とも言いますけど、はい、使って、利用して、授業を覚えるわけ、練習するわけ、ね。はい、この IPA とローマ字表記というのはね、あくまでも一つの設備なので、皆さん、音を習うために、練習できるためになんですよね。ですから、意味じゃなくて、これはね、音なんです。ですから、なるべく音を、この音をしっかりと覚えて、真似をして覚えてください。ね。皆さんね。ぜひぜひ、ここ、ポイントだけはここです。ここ大事です。第1課は、すごくですね、皆さんね、これからですね、なんでこんなに、発音長くやるんですか、たくさんあるんですかというと、皆さん、
これ言い切って、言い切ります。発音ができたら、タイ語の上達が7割です。7割になります。70% になります。ですから、非常に大事なので、一生懸命ご一緒に勉強しましょう。覚えましょう、発音だけ。はい。では、まずはですね、全体の9つの母音はどんなものがあるかというと、ちょっと見てみましょう。はい。全部見ましょう。はい。一番は、これね、タイ語の発音です。タイ語の発音です。日本語の発音ではなくて、はい。タイ語の発音です。あ、あ、1は、あ、あ、はい。2です。い、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 はい。3です。う、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 はい。4です。う、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 はい。5です。え、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 はい。6です。え、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 はい。7です。う、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 はい。で、8です。お、お、お、お。では、最後に9。9番ですね。お、お、お、お。はい。皆さん、ご覧の通り、日本語とは似てる母音はいくつありますか？5つですね。皆さん、ね、5つですね。その以外が赤い文字ですね。赤い文字は4つです。というのは、日本語にない母音は4つあります。というね、4つあります。似てるのは5つです。5つです。はい。で、それで、じゃあ、その5つからでいいでしょ、からでいいでしょというね、今はね。なぜかというと、似てるから。似てるから、覚えやすいです。練習しやすいです。うん。そこですね、ポイントはね。で、さっき私がね、ご挨拶しましたが、特徴を捕まえておくことが大事だと思いますと言いました。そこがこれからどん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 特徴です。ね。そういうところを見ていきましょう。はい。では、1の1です。単母音からです。単母音からというのは、あ、い、う、え、おの日本語の単母音からですよ。母音の音です。これ3ページで皆さんね、もう最初のページからもう皆さんも分かっていただけると思いますが、はい。では見てみましょう。これですね、単母音はどういう発音をするかというと、ポイントはね、ポイントとか特徴はね、日本語ほど短くない。まあおかしいですけど、タイ語は日本語より少し伸ばすということですね。はい。それからもう一つは、全部、全体、下腹のところ、感覚からですね。こういうですね。こうです。下腹。下腹から。ですね。という感覚で、これね、平成というんですけど、まあ、これから第二成長と言いますが、はい。これですね。全部同じですよ。日本語のあ、い、う、えを上がったり下がったりしてるんだよね。で、タイ語はね、一定しています。これすべて。どういう一定するかというと、見てみましょう。あ、あ、これです。こういう考えで、またおるそかを言います。また、この方が教えてくれます。はい。あ、あ、いは、い、い、はい、次です。う、う、う、ただここはですね、ポイントはですね、ここですよ。ここです。う、うは日本語より口をすぼめて突き出す、チューの形。子供にチューしてもらう。私たちも子供にチューをするという感覚です。大人のチューもありますけど、それは言わないです。うん、恥ずかしいです。はい。では、次です。え、え、
入りすぎです。お、お、はい、皆さんよろしいでしょうか。もう一度ね、ここね。う、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 こういう感覚です。はい。では、次の、うん、パワーポイントいきます。皆さん、そのままで、ね、今3ページのままで、よかったですけど。はい。では、いきます。さっきのことですね。なんで三角ですかっていうんですね。三角のイメージはですね、皆さん。これですよ。皆さんが何かをポイントないと覚えにくいじゃないですか、普通は。ただ、並べて、こういう、こういうですよ、というじゃなくて、ちょっとこれね、アイディアを考えました。この三角で口の形です。口の、ね、の感覚です。これは、いい、いい、幅広い、幅広い。はい。いいですね。いい、日本のいいです。当然ですけど、ただ、下腹に、いい、いい。では次行きますよ。皆さん、わかりますよね。こうです。縦の方に少し、これを開けます。開きます。で、縦横。あ、あ、忘れないよね。ここ、下腹、下腹ね、皆さんね。あ、あ、こうです。上から下に行くと、だんだん縦の方に開いていきます。これがね、三角のポイントです。覚えましょうよ。ね、皆さんね、覚えましょう。はい。では、まだまだですよ。忘れないからね、これね。はい。これね、どうやって発音するんですか？形、口の形が。すぼめて、突き出す。皆さん、すぼめては言いますけどね、実はね、辞書の中でね、つぼめて、立ちつのつです。わかりませんけど。両方言えますということでね。まあ、それは日本語の問題なので、私の問題じゃないね。はい。お、お、ね、はい。お、お、だんだん大きくなります。縦の方に開いていきます。で、最後に、おねいいですよ。あ、あ、なります。はい、皆さん、繰り返して、ここ、見てくださいね。ぜひぜひ、だから繰り返して、繰り返してね、発音しまくり。ね、はい。次は、1の2です。1の2です。これは、長母音というんですね。長母音ですよ。長母音は、どういう感覚からって、ね、さっきのからね、体からね、こう、胸から、平静というんですけど、平成って言うんですけど、タイ語の長母音は日本語の長母音ほど伸ばさない。日本語だったらね、例えば、あーだったらね、あー、まっすぐ行って止めます。タイ語はね、あー、あー、ちょこっと伸ばして添えるんですね。弱くなるわけですね、発音が。あー、あー、ですから、胸からってね。はい。まあ、じゃあ行きますか。発音は、あー、あー、皆さん4ページね。あー、あー、はい。次は、いー、いー、はい。行ったり来たりしますけど、はい。めまいならないですか。皆さん、めまいするとどうなりますか。わかりませんけどね。その後に来るんですよ。そういう母音が。はい。これね、うー。おお、はい、次は、これね、行ったり、本当に行ったり来てるんですね。はい、次です。おお、おお、はい、次はね、短母音と長母音です。短母音と長母音、両方、ね、一発で発音しましょう、練習しましょうよと。それから、
単母音をどういうふうに発音するか、長母音をどういうふうに発音するか、その2つを、まあ、比べて発音する、練習するわけ。はい。で、いきますよ。これは、あ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 、い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 、はい、こうね、つぼ、つぼ、つぼまで突き出します。お、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 はい、え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 、はい、お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 、はい。よろしいですか、皆さん。はい。こうですね。この方ですね。あ、い、う、え、お、単母音です。はい。いいです。長母音です。あ、あ、い、い、う、う、え、え、お、お、繰り返して、繰り返して。見てくださいね、皆さんね。はい。では、次はですね、何回も復習できますからね。ですから、うん、皆さん、その部分繰り返して、これまた復習でもできますのでね。これはですね、次は、これ下に書いてあります。これはですね、日本語にない4つの母音です。日本語にない4つの母音です。どういう母音かな？さっきありましたよ。い、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 はい。え、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 あ、あ、あ、あですね。これを見てみましょうか。これとこれの違いは。これは、はい。え、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 はい。これはですね、え、えのまま、え、えの息を、口の左右に、ね、力を入れます。軽い力を入れます。それで、喉の奥の方を、え、えのままを、奥の方ですね。喉を奥の方をちょっと狭くする。こういうふうにね。はい、え、えー、え、えー、狭くする。力、軽い、入れて、え、えー、え、えー、一つだけですね。皆さん、こういう発音です。日本語あります。一つ。それでね、発音じゃなくて、人間じゃなくて、ヤギさんの鳴き声です。めー、めー。似てますね、皆さんね、やっぱりね。いやいや。皆さんもできますからね、これね。これはですね、A を言うんですよ。それで来たらね、そこです。はい。この A は、こういう意味です。最後で。お母さんという意味です。めー。めーですね。はい。ではもう一度いいですか？え、えー。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 いいですよね、皆さんね。繰り返してください、ここだけ。はい。では、まだまだ、日本語にない母音ですよ。はい。一個終わったんですね。次は二つ目。2個目。じゃあ上からまだ。う、う、はい、う、う。次は、お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 。お、おね。はい。それから、これですよ。2個目は、お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 。はい。それから、うん、いつもの、あ、あです。ね。それで、言ってみましょうか。お、おは、お、おは、お、おより、口の横に開かないように、
縦の方にほんの少しだけ。あー、おー、あー、small、小さいという英語です。small。その、more の時の母音が、これ、まさにこれです。タイ語です。はい、これです。ね。あー、ね。あー、はい。じゃあ、この二つを練習しましょう。お、おー、あ、おー、お、おー、お、おー、お、おー。はい。これですよ。ほー、ほー、ね。これは、微濁音でしたっけ？はい。微濁音ね、のままですね。パ、パ行、息を出して。ほー、ほー、ほーは、一つの単語です。これは、お父さんという意味です。お父さん。ね、だいたい赤ちゃんは、お母さん、めー。言えてから、次は、ポーなんですよ。タイはね。はい。まあ、パパ、ママですよね。ママ、パパ。はい。はい。最後に、うん、これは、うん、なんですか、復習ですよ。復習です。はい。もう一度、もう一個。もう一個忘れそうなんです。お、お、お、お。お、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 お父さん、お母さんが待っていました。お父さん、お母さんは？お、お母さん、お父さんは？はい。そうですね、皆さん、すごいですね。まだ何分目もないよ、今はね。はい。ぽ、めー、ぽーというね。めー、ぽー、めー、ぽー。次は？ぽーれよ。これをレストランに行こうというのをよく使います。よく出ます。もう結構です。今とかはこれで結構です。これを、これをか、これをかと言ってください。ね。とりあえず。はい。また、いや、これ練習するだけ、あとで注文、また追加注文しますというおかわりとか、そういう、かもしれませんけど、まあ、とりあえずしてみてください。これをね。これを、いいですよ。これを、これをもう十分、もう結構です。もうこれで、うん、これで休憩ですよ、ということです。ポーレオね、今のところポーレオ、もう頭痛いから、もうポーレオ、まさにポーレオです。で皆さん、では、ちょっと一瞬、一旦休憩です。では、後ほどです。後ほどです。はーい。はい、皆さん、では、5ページですね。次は5ページを開いてください。続きです。はい。では、皆さん、5ページを開いていきましょうかと。はい、このページですよ。あとですね、まだ、今のところですね、日本語にない母音です。4つの日本語にない母音ですが、まあ、もう2つね、とおーは、はい、練習しましたし、次はですね、次は、あと2つですね。2つです。残りです。はい。で、いきますか。これはですね、これは、いなんですね。いうです。いううこうまっすぐ行くとおおなんだというのはいこの母音はいの形ままおの発音するということなんですけど、ただですね、そう言うと口が動いちゃうので、実はですね、このうの発音はいの形まま立ちまま動かずに下顎のところに力を入れます。軽い力を入れていいですか。です、はい、はい。で、のこれは何と言いますか、皆さん。むー、むー、ね、むーですけど、むーは、むーは手という意味ですね、タイ語では。はい。では、次ですよ。これは、むー、とぅ、むー、とぅです。むー、とぅ、むー、とぅは、携帯です。携帯電話です。はい。では、もう一度ですね、戻りました。はい。さっきはこのい
ううでしたが、はい。い、い、う、う。でしたが、次はですね、あと1個ですね。1個。はい。4つ目ですよ。これは。い、い、う、う。あ、あ。い、い、う、う。あ、あ。です。はい。はい。いいですか？皆さんよろしいでしょうか？この、い、い、う、う。あ、あ。この、あ、あの部分の、ところの母音の発音はですね、発音するときは、ううのままをですね、口の縦の方に、ですね、ほんの少しで、ほんの少しだけ、ね、開いて、そこからできるだけ奥の、ね、喉の奥の方を広げて、あー、あーというのは、なんか気持ち悪いですね、今ね。あーというのは、そこです。そこです。気持ち悪いところです。皆さんね、気持ち悪い ところに吐き出すというか、は、まあ、汚いですが、はい。あーなんですかね。これまさにです。全く一緒なんです。ただですね、気持ち悪いときは吐きたいから力入れます。喉に。これ、こちらの方は力入れないんで、入れないで気軽に、ね、優しく、ね、はい、気軽に発音するわけですから、あー奥の方、あーあーいいですか、いいううあー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 いいですか皆さん。え、ではこれはうーぶいいんですけど、ばーバー、背番号の10番、バーシップ、バーシップ、ね。まあいろんなですね、これ外来語でよくこのう部員多いですよ、タイでは。スッパーとか、はい、まだ出てこないけど、スッパー、ドクター、先生とかね、ドクター、博士とか、先生、博士は、ドクター、ミッター、メーターとかね、メーター、ね。それから、ショーファー、運転さん。まあ、どこから英語、イギリス語のかな、英語のかな、はい。それで、戻ります。うん、戻ります。もう一度、復習です。はい。これは、い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 、はい。え、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 はい。え、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 あ、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 次は、おですね。唇をすぼめて突き出すね。すぼめて突き出します。はい。う、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 はい。お、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 はい。お、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 はい。うですね。う、下顎に力を入れます。はい。う、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 はい。あ、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 はい。では、こちらですね、皆さん、ね、今までの経験ですけど、いろんな生徒さんがですね、こっちの方が発音しやすいです。ね、え、A からの方が発音しやすいです、先生と言われましてですね。じゃあ、皆さんもしかしたら同じかもしれないので、じゃあ、見てみましょうか。これはね、A ですよ。え、A、え、A、それから、奥の方、そのままで、縦の方を広げて、あ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 、はい。え、え、あ、あ、え、え、あ、あ、これいいかもしれませんね、皆さんね。ほら、できる方もいますね。おー、これ良かったな、とか、の方も今いらっしゃいますね。はい、じゃあでは、復習ですよ。え、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 はい。お、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 はい、これは復習でした、皆さんですね。次はですね、まだ5ページのままですけど、これは 1-2 20母音、20母音、見えますか皆さん、20母音です、はい、20母音というのは
どういう顔ですか、どういう形ですかというと、こういうですね、2つの母音が二重になって二重母音ですよ。セットですね。これはあくまでも一音節数です、うん。それぞれ言わないで、あ、いってなって。これね、愛情、愛するという、はい、似てますからね、日本語と。愛情、愛する。ね、いいですか、愛。愛、はい。これは、愛です。はい。そのままの発音です。これでももう単語になりますからね。タイ語ね。愛は、咳を出す。咳をする。ね。咳をする。愛。ね。それから、うん、咳を出すという意味ですね。次は、こっちは、いや、いや、いいの形で、いや、いやですね。いや。ですから、これはね、ビア、ビア、ビールですね。ビールという意味です。はい。まあ、外来語ですね。こっちは、うわ、うわ、うわ。はっきりですね。下顎でね、力入れといて、入れといて、うわ、うわ。こういうふうに発音します。はい。うわは、これですね。すわ、すわ。この成長ね、まだ皆さん、これから、もうすぐ入りますから。本当にすぐです。はい。入りますから、はい、すが、すが、はい、すがは、とら、という意味です。ね。次は、ラスト、4番。うわ、うわ、おうですが、口をすぼめて、突き出します。ね。すくってからね。うわ、うわ、ね。うわです。はい。うわは、どんなかな？うわは、こういう文字ですけど、ぶを解いてから、ぼわ、ぼわ、ぼわ、はい、ハスの花です。皆さんね、これね、二重母音はですね、二重母音は最初の母音だけ、最初の母音だけ形としてはっきりしといて、そっから最後の母音は添えてですね、軽くして発音します。そういう感じです。一音節ですね。一音節。はい。もう一度。愛、愛、愛。はい。いや、いや、いや。はい。うわ、うわ、うわ。はい。うわ、うわ、うわ。はい。愛、愛、ビア、ビア。すわ、すわ、はい。ぼわ、ぼわ。いかがですか、皆さん。これで、これですね。全部ここで、母音が終わりました。できました。皆さん、ところどころ、あ、これはあんまり苦手だなと思いましたら、難しいなと思ったら、何回も繰り返して、そのうちにできますので、これで一旦ここね、ちょっとまた切りがいいので、これここで切ります。休憩入ります。そこから成長入ります。成長、皆さん、成長をお待たせいたしました。成長伝、もう間もなく来ます。もうすぐ来ます。では、ここで休憩入ります。では。